前これ。いやでも結構いい音出されて。音だけです。いやこの曲がいいですよね。おーすごいね。150馬力ぐらいしかないし、昔20年ぐらいだから握ったら150馬力だから全然音だけです。いや、あのインジェクションですけど、インジェクション、はい、4発の2リッターです。すごい。だからエンジン見ると分かります。あ、ルールかな。おー。うわー。布エンジン。すげえ。すごい。エンジンはどんなやな。すごいな。これは変えてないですよ。こういうラジコンみたいな車で輸入してきたんですね、昔。で、ボディ全部捨てて、で、一から作り直した。すごいですね。これは何という車ですか？マンタレっていう名前で、あの世界に一台です。ルノーのがベースの車。うん、ルノーの。もう作ったんです。我々自分で作った車なんです。あ、ほんと？はい。うわー。すごいな。初めて見ました。多分見たことないです。皆さんにそう言われます。何、はい、何って。すごい。3年前だ、2016年にできて、その時黄色だったんですよ。あ、そうなんですね。色も渋いですよね。で、2年経って飽きたんで、売り替えた。ほんと、すっごい。その時に潔くガラスも取りました。はい、これちょっと娘ね。16ってボディって FRP とか。そうです。カーボンと FRP と。っていうことですよ、ね。その塊ですね。はい。すげえ。ラジコンって本当にかぶってるような感じ。ボディとしては構造材ではなってないんで。だから何でもどうやっても車検通るんですか？もともとは構造材じゃない、共同証明がないんです。ああ、そうなんです。どんな形にしても枠の中に収まっていれば車検は通るんです。へえ。尖ってなければ。ギリギリこれがギリギリですか？すげえな。面白い。え？
Thank you.